ジェームズ・オコナーは、オーストラリア出身のラグビーユニオン選手である。ポジションは、フライハーフ、インサイドセンター、ウィング、フルバック。1990年7月5日、ゴールドコーストで生まれる。身長180センチメートル、体重84キログラム。両親は、ニュージーランド出身。祖父は、南アフリカ共和国出身で、オーストラリア、ニュージーランド。 南アフリカ3カ国の代表資格を持っていた。オーストラリアで生まれ、少年時代の5年間を、ニュージーランドのオークランドで過ごす。再び、オーストラリアへ戻り、15歳まで、ラグビーリーグのパラマタ・イールズのジュニアに所属。その後、ユニオンに転校、ブリスベンのセント・ジョセフ・ナッジー・カレッジ卒業。カレッジ在学時の2006年、秘蔵破裂で一命を取り留める。 2007年、ラグビーオーストラリア高校代表に選出される。2008年、スーパー14のウェスタンフォースに入り、史上最年少でスーパーラグビーデビュー。同年、セブンズ代表に選出され、さらにワラビーズに選出、イタリア戦で代表デビュー。2009年、ウェスタンフォースのルーキー・オブ・ザ・イヤーと、ワラビーズのルーキー・オブ・ザ・イヤーをダブル受賞。2010年、 スーパー14シーズンで13試合のうち11試合に出場、104ポイントを記録。代表テストマッチでは15試合のうち13試合に出場。この年のトライネーションズでは、オールブラックスのミルズ・ムリアイナーと並び、トップトライスコアラーとなる。2011年のスーパーラグビーシーズン終了後、来シーズンからレベルズに移籍すると発表。また同年には、 ワールドカップのオーストラリア代表に選出された。2013年には、複数の素行問題により、公共会との契約が解除されたため再起を海外へ求め、プレミアシップのロンドンアイリッシュとの短期契約を結んだ。2015年には、ラグビーワールドカップ2015出場を目指し、スーパーラグビーのレッズに移籍。しかし、マイケル・チェイカヘッドコーチは代表。 スコッドに選ばず、2015から16シーズンからトップ14の RC トゥーロンに移籍した。2017年、プレミアシップのセールシャークスに移籍することが発表された。2019年、ラグビーワールドカップ2019のオーストラリア代表に選ばれた。ありがとうございます。